韓国、ソウルで行われる MLB の開幕戦チケットが8分で売り切れたことが報じられているが、これは韓国での大谷翔平人気の表れに他ならないという。現地では、韓国スポーツ史上、最も愛される日本人選手、とまで語られているそうだが、大谷翔平がそこまで人気になった背景には何があるのか。写真、30枚超。大谷翔平の笑顔あふれるフォトギャラリー、ショータイム。大谷翔平は韓国スポーツ史上最も愛される日本人選手、大谷、マチャド、キムハソンを見よう。MLB ソウル開幕戦8分で売り切れ。韓国のインターネットメディア、ノーカットニュースが1月30日にこう報じた。3月20日にソウル、紅雀スカイドームで開催される MLB 開幕戦パドレス VS ドジャースのチケットが一瞬で売れた、という話だ。この見出し、選手の紹介順が日本、米国、韓国となっている。通常、韓国ではこういう点にすごくこだわる。どれほど選手の実績に差があれど、ひとまずは韓国を先頭に持ってくるものだ。日米の順番もアメリカが先のケースが多い。ところがここでは大谷がトップに、他でもない。これが読者に一番多く読まれるということだ。YouTube には韓国語による大谷17というアカウントが存在する。フォロワーは6万人。この中で多く見られた動画は大谷にハマる瞬間というショート動画だ。これは北海道日本ハムファイターズ時代と思われる大谷翔平が練習場を通り過ぎる際にファンの声掛けにクールに反応してみせる瞬間を強調するもの。ワイプに出てくる若い女性がこれに感嘆。この動画に50万アクセスが集まっている。他にもインターネットメディア、応戦が、T シャツとハーフパンツがもう爆発しそう。筋肉質な体が際立つ完璧な男大谷、と報じたり。つまりはこういうことだ。大谷翔平は、韓国スポーツ史上、最も愛される日本人選手なんですよ。そう語るのは、韓国のスポーツ紙の記者として長年同国の野球界を取材してきた業界の大御所で、現在は韓国野球学会理事のチェ・ミンギュ氏。韓国での大谷翔平は、スポーツを超えた、一般紙でも語られる有名人、でもあるという。データもそれを実証している。韓国のビッグデータサイト、サムトレンド、では、韓国語のネット環境、インスタグラム、ブログ、ニュース、X、でのキーワードごとの言及量、どれほど多く語られているかを調べることができる。大谷についてのこの1年、2023年1月30日から2024年1月31日までの言及量は、その1年前の 314% 増。合わせて、関連キーワード、大谷と合わせて語られている言葉をポジティブネガティブで分けた際のデータがすごい。上位15位は次の通りだ。最高、優勝、活躍、活躍する、満場一致、怪しい、良い、達成する、成功する、好む、話題、有望な新人、活躍を広げる、望む、うまくやる。